はい、皆さん、ステラジは山亮と申します。スターステルプレゼントウェブレディオプログラムステラジ、今日は第11回です放送でございますね。はい、ステラジは、スターステール代表の山亮が日々思うことを語ってみたり、スターステール各チャンネルの動画紹介をしたりするウェブラジオ番組です。ということでですね、やっていくわけでございます、今回もね。で、今日のもね、どうしようかって言ったら、まあ相変わらずドタバタとね、相変わらず、してるわけでございますけどね。まあゴールデンウィークに向けてのね、予定もね、どうしようかというところでね、まあちょっと悩ましい問題がね、まあ特にね、この狭間の三重県はね、三重県自体はね、まだね、そこまであれなんですけどね、その相手もね、まあ大変だ言うとって、で特に大阪の方がね、大変なことになっとったりとかっていうんでね、いやこれはね、そうほんね、ちょっとどうやってしようかな、まあそれ他にもね、ちょっとね、ドタバタと相変わらずをしておりますものでね、今日もね、ちょっといろいろと前後させながら、とりあえずなんとか収録時間を確保しつつね、やっていこうと思うんですけど、まあね、一番の原因は無駄話をしすぎというところがねありますんでね、そうまあそのあたりもね、ちょっとまた、この後ね、本編の方でね、話していこうと思いますんでね、よろしくお願いいたします。ということでね、まあもうオープニングはね、これぐらいにして、本題の方にね、入っていこうと思いますのでね、スターステールプレゼントウェブレオンプログラムステラジ、最後までどうぞよろしくお願いいたします。スターステールプレゼンツウェブレディオプログラムステラジ、この番組はゲームからカレーまであまねく創作をクリエイトするスターステールプレゼンツ、燃える心が日本を変える日本邦画党の提供でお送りします。ないない連盟参加者大募集。スターステールではチャンネル登録者がいない、収益がない底辺 YouTuber のための団体を創設しました。その名もないない連盟。検索やおすすめ表示などに反映されず、なかなか一般のお客様に認知されない、より良い動画作りの方法がわからないけど事務所やコンサルタントに委託できる資金力もない、クリエイター同士で情報交換したいけど登録者数が少なくて相手にしてもらえない、そんな我々底辺 YouTuber の悩みを解決するべく、さまざまな活動を展開予定です。例えば、1、スターステール総合チャンネルでの紹介動画の作成・拡散。2、スターステール品質保証センターによる品質検査証の発行。3、連盟チャンネル同士での各種情報交換・互助ができるようになります。参加方法は、この動画にコメントするだけと超簡単。しかも完全無料。私たちと一緒にチャンネルを育成しませんか？詳しくは概要欄にある解説動画、または山田までお気軽にお問い合わせください。つなぐ、つながる、強くなる、スターステール。はい、改めまして、ステラジは山亮と申します。ちょっとね、近況トークをする前にね、先にですね、ゴールデンウィークの、予定を入れようと思います。まあ、正確に言うと、近況投稿はね、撮影、収録先にね、終わってるんですけど、あっちの方がね、ちょっとね、体調、ちょっと諸事情というか、まあ、単純にですね、なんかね、鼻炎がひどくてね、鼻がぐちゅぐちゅでね、なんか、ちょっと、喋りにくかったりとかありましたんで、ちょっとね、改めて、ここのね、告知関連のところだけ、ちょっと取らせてもらっておりますと。いうことでね、まあ、ゴールデンウィークね、どうするかっていうと、まあ、簡単に言うと、メインチャンネルをまたね、ちょっと毎日更新、しようかなということで、ちょっとね、今までよりはね、ちょっと予定がカツカツではあるんですけど、4月の23日、金曜日から、5月9日まではね、一応毎日、投稿できるように今ちょっと、計画を立てております。前回と違ってね、前はね、もう1ヶ月ぐらい前にはね、全部収録終わってたんですけど、今の段階でね、収録もね、もう1回ね、ちょっとどっかに出かけないと、ちょっと、間に合わないかなというぐらいの量しか今収録の、方が追いついてませんのでね、まあ部屋取りとかをちょっとね、比率ちょっとアップ、増やすような形にはなると思うんですけど、まあそれでですね、ちょっと対応しようという予定で、ございます。ですね。で、あとは、まあ、
他のチャンネルもね同じようにやる予定なんですけど、ちょっと4つ目の方がね、それに合わせてねちょっと収録が間に合わないかなというか、なかなかねそのお店紹介にね行く、ねちょっと、余裕がね、ちょっとこっちの方がね、なかったりするもんで、またちょっとあっちはあっちでね一企画打てたらと思ってるんですけど、ちょっとね、並行してねなかなか動くことが、難しい状況ではございますので、一応ちょっとメインチャンネルの方メインでね、毎日更新できるようにちょっと優先順位を立てて、一応収録編集の方をね、立てていく予定となっておりますので、まあどこかしらでね毎日更新はかかるような形で、YouTube とね郵便いろいろ解説チャンネルの YouTube と、4つ目と、この、メインチャンネルのどっかでは、の更新が入るような形で、でプラスアルファちょっと臨時でねスマホでパッと入ったニュースを、出せるようにね、ちょっと個人チャンネルの方も今ちょっと、システムもう一回ちょっと構築しておりますので、そちらの方もね合わせてご登録等ねいただければ幸いでございますと。いうことでね、まあ、この後先に撮った近況トークの方が入ると思いますので、よろしくお願いいたします。はい、改めましてステラジは山亮と申します。さあね、まあ、どっから話そうかなというところではございますけどね、まあ今週もまあ相変わらず、ドタバタとまあね なってるんですけどね、まあ、ドタバタのねその一番のところがね週末なんですけどね、まあまあ今週はね土日休みでね休みがあったんですけど、いや最近ねその困ってるのがその歯医者の予約ね。そうなんです、今歯医者でね歯の治療してまして、まあ今歯が抜けてってる状態でございますんでね、まあこのままにしとくわけにもねいかんところでね、まあ今義歯作ってもらってさ、それをね調整してさどうするかみたいなところの話になっとって、その間にねいろいろとちょっと歯の治療も続けながら、まあかなりね非常にやばいレベルの歯の状態でございましたんで、まあだいぶねマシにはなってきたんですけど、とはいえね、まだまだね要警戒というかね、なところでございますんでね、まあ、何をしとるかというと今ね投薬治療ではないですね、麻酔ね打っていろいろとねその治療をしたりとかっていう風にして、まあまあまあ結構がっつりとやってるわけでございましてね、そうするとねこれね何が大変かというとね麻酔がねバリバリ効くんですよね、うん、私ね体質的にって言ったらいいのかな、ああいった薬がねすごく効くんですよそうそうそう、ですからね結構市販のやつでもね安い薬でもね全然てきめんで効く、まあその代わりと言っちゃなんですけど、めったに飲まないんですよね薬を、まあよっぽどのことがないと飲まないんですけどね、よっぽどのことがあって飲むともうめちゃくちゃ効くっていうね、ところはありますんでね、そうそうそう、ですんでね麻酔もねバリバリ効くんでね、そう本当はそれこそ土曜日日曜日にかけてちょっと収録とかねしてやろうと思っておったところもあるわけですよ、まあ、ね、遠出はできないけどね近場でねちょっと散歩動画とかね撮ったりして、それでねとりあえずつなぎの分を作ってとかってね、思っておるわけなんですけどね、いかんせんねまず麻酔が効くんでね、基本的にまあ一応運転しても問題はないね、部分麻酔なんで、っていうことなんですけど、まああまりねそんな状態で運転もしたくないじゃないですかね、っていうのもあるし、そもそもね口周りね打つんでね、もう全然ちゃんと喋れなくなるんですよね、ただでさえ舌たたらずやのに麻酔効いてますからね、余計ね全く赤くなってしまいますもんでね、まあ、とても試しにね音声収録をしてみたことあるんですけどね、もはや自分ですらね何を言ってるのかわからないレベルだったんでね、これはさすがに無理だなと、いうことでね、そこはちょっと諦めを持っておりまして、で、まあ、さらにねちょっとね歩いたりするのにもね、ちょっとねしんどくなってしまうところがあったんで、そうそうそう、もうちょっと家に帰ってね編集作業しとったらもうそのままお昼にバタンキューしてましたからね、ダウンってね、で2時間ぐらい、ちょっと寝落ちしとったみたいなねことになってましたからね、
なかなかね、そこら辺がね、難しいなってところなんですけど、これでも休みの時、こう土曜日でないとね、しょうがないですしね、平日、今までは要は夜勤やったんで、平日どこでもね、取れたんでね、まあね、ちょっと夜更かしをするような感覚で、まあ、夜の9時10時とかにね、ちょっと治療して寝るみたいな感じのイメージだったんですけどね、まあ、そうもいかなくなりましたんでね、いやー、こうなってくるとね、まあ大変でね、で、そう、なかなか予定がね、ちょっとした出かけるとかもね、なかなか予定が組みにくいと。ね、半日、事実上結局その麻酔が切れてとかってなってくると、もう夕、で、朝一にやっても結局夕方とかにね、からでないと動けなくなってしまいますし、このあたりをね、どうしようかって。で、まあね、じゃあ夕方にね、行ったらね、これはこれでね、結局ね、もうあとは日曜日にね、どうやって対応するかとかってなってきますんでね、なかなか難しいなっていうところでね、あと、いやね、雨続きっていうのもありましたしね、なかなかな、うまいこといかねえなというようなところでね、どうしていこうかな。で、さらにね、そんだけ、缶詰でね、歯医者さんに行ってるんでね、まあ出品もまあまあね、まあ行きますからね、これはね、まあまあ厳しいなというところでね、ダブルパンチなんですよね。いやー参ったなというところで、まあまあとはいえね、なんとかしていかないといけませんということでね、ね、まあまあ、一応こっちはね、それなりにポジティブにやろうと思ってますんで、ネガティブ発言はもう誰も聞かないラジオの方でもうバリッバリにね、やる予定でおりますんでね、ちょっとさすがにね、うっぷん話をね、あっちの方でね、うっぷんっていうかね、いわゆるダークって言ったらいいから、ダークな、いわゆるネガティブ発言ね、もう世の中のね、パリピなね、人たちとかからね、聞いたらね、ありえないって言われるようなね、そういうようなね、もう、ど現実主義の、こともね、語ってかないとね、もうね、この世界の危機を救うためにっていうわけでもないんですけどね、まあでも本当に非常に危険な状況ですもんね。イランのあの爆発なんかもね、まあでも相当ね問題だし、まあそれはもうだいぶ聞かないラジオの方でやりますからね、あれなんですけど、まあこっちとしてはね、あとはね、とはいえそんな中でね、いろいろとね、対策も打ってるわけですよ。でね、まあすごくお安いね、企画を始めましたよね。袋麺ね、徹底比較っていうので実食編って言ってね、安い袋麺を買ってきてね、それをね、いろいろと食べ比べをやるっていうね、超お手軽企画をね、始めておるわけで、まあこれはね、順次いろんなメーカーのやつね、やっていこうと思っておりますんでね、今3本取ってあるか。で、2本は公開のメールが立っておりますし、もう1本今編集を、急いでおるところでございますんでね、まあまあまあそのうちに公開できるんじゃないかなというところなんですけどね。いや、あれ改めてね、3分測るとめちゃくちゃ長いですね。茹で時間だいたい3分とかになってるじゃないですか、あれね。で、この前ね、それ3分ってさすがに長いよなとかって言ってたんですけど、で試しにね、その後まあちょっと1袋だけだとね、ちょっとお腹が膨れきらなかったんで、もう1袋作ってみたんですよね。試しに普段どれくらいでね、麺揚げてるのかなと思ってタイムウォッチで測ってみたんですよ。ああ普段これくらいやなと思ってピッてね止めたらね、40秒でしたねそうだよねって、で、まあ、実際食べてみたらそれぐらいの硬さの方が、わあやっぱバリスイトだなっていうね感じになってますんでね、ああやっぱこれぐらいがいいなっていうね、ところがあったんでね、私やっぱ固めが好きなんだなということでございましたね。まあまあせっかちなだけなんですけどね、そういうところとかがありましたね。いやー40秒かって1分は揺れてると思ったんですけどね、いやいや1分切ってましたねいざ測ってみたらというところがあったりとかね。で、あとはなんだ、あとはそう、まあいろいろとね、倹約生活をね、続けているわけでございますけど、そんな中でね、これね、やったらね、劇的にね、コスパ良かったなっていう話をね、しとこうと思います。いや、
本当にね、最近、まあ、どっかね、詰めれるところではないかというので、まあ、徹底的に、まあ、それは、検査も したわけですよ。どういうところにどれぐらいの支出をね、週あたりでしとるのか、月あたりでしとるのかっていうのをね、計算してみたらですね、まあ、びっくりするくらいにね、食費だったんですよね。で、まあ、特に、まあ、外食もね、何せね、餃子の王将行ったら2000円とか3000円とか一人でね、食べちゃいますからね。そうそうそう。まあ、過食症気味になってたところありますからね。そうそう、そういうところもね、あったりした兼ね合いで、お弁当をね、2、3個とかね、食べちゃうね、生活をやってましたからね。これはさすがにね、まずかったということでね、食費がね、いざ計算してみたらすごくてね。で、そんな中でもね、まあ、食品に使ってるね、イメージはあったんですけどね、意外とね、ペットボトルのお茶ね、あれがね、支出がすごかった。月ね、あれだけでね、1万円超えてましたね。うん。びっくりした。あ、そんなに飲んでる？まあ、考えてみたら、1日4、5本ね、私飲むんですよね。500ミリリットルやったら、5本は最低は飲むな。うん、今日もだって普通に2リットル飲んでますもんね。うん、そうそうそう。で、4本でしょ、うん、で、じゃあ4、その2リットルにプラスあれだ、あれ開けてますからね。500ミリリットルのお茶1本開けてるから2リットル半だろ、やっぱり。うん、そうそうそう。で、まあ、それもね、本当に、試しにね、パックのお茶、紙パックじゃなくて、ティーパックね。そうそうそう。で、麦茶売ってるじゃないですか。あれにしてみたんですけど、まだこの時期だとね、あんまり売ってないんですけどね。まあ、売ってるところを見つけたんで。うん、で、まあ、買ってみたらね。いや、劇的にコスパいいですね。あれ、180円、190円で50袋。1リットル作れるのが50リットルね。50リットル140グラムね。普通のペットボトル、2リットルのペットボトル、1本分だもんね。いやいや、これはね、やっぱして、大きかった。うん。ね。いざ実際にそれやってみたら、まあ本当にね、まあその代わりちょっと荷物がね、重たくなるんでね、これはね、まあまあしんどいのはしんどいんですけどね、結構その荷物持って結構持ち歩かないといけませんので、これはね、あれなんですけど、まあ、とはいえね、やっぱお財布はだいぶあれは効いたなっていうのと、あと本当肉食わなくなりましたね。いや、そう、今日久しぶりにちょっとね、お肉炒めたんですけど、いやー、本当にね、で、肉食わない代わりに、野菜をね、それこそ一玉50円、キャベツね、こう見つけてきたのを食べたりとかね、そういうような感じでやっておったらね、もやしね、18円のもやしとかね、そういうのをね、バリバリね、炒めて食べておったらね、これはね、やっぱ食費浮きますね。うん、いやいやいや、この値は、大きかったなって思いますね。いざやってみると。いやね、やっぱ、ね、外食でね、ファってね、払うとね、こんなにするのって思っちゃいますもんね。もうね、これ3日分、4日分食えるやん、みたいなね。そうそうそう。感覚変わり、ね、やっと、まともな感覚が久しぶりに戻ってきたなと。昔はスーパーばっかしだったんでね、あれだったんですけど、郵便局だとね、郵便局とか、まあ、カラオケの時もね、多少そうだったんですけど、うん、なかなかそのスーパーの空いてる時間にね、うまいこと買い物に行けないでね。まだね、カラオケの時はね、実はね、買い出しがね、あるんで、会社のね、買い出しが、お店の買い出しがあるんで、それでね、まあ、平仮名店の中で働いとった時は、そのまま向かいの会場に行ってね、まあ、で、自分の分もね、カゴ2つ用意しといて、で、自分がね、買い出しする分のやつも、下のカゴに入れといて、会計分けといてとか、で、いうやり方はね、できましたんでね。まあまあまあ、あれだったんですけど、あとは、まあね、出先の出張行ったらね、やっぱ早めに出てね、まあギリギリの時もね、多々ありましたけど、早めにね、行ける時は早めに行って、で、向こうのね、地元のスーパーに入ってね、物色するとかって言ってね、まあなんで結構、三河地方なんかもね、いろんなスーパー回れたんで、あれは楽しかったですけどね。そうそうそう。ただもう今の仕事だと本当にね、郵便局の時が一番そうですね。もう全くスーパーを使う機会が本当に減っちゃいましたね。うん、12時までやってるスーパーにも結構滑り込めなかったりね。で、朝はね、5時とか6時とかだから。まあまあまあ厳しいなっていうところがね、あったりとかなんですけどね。まあまあ、で、普通に終わったとしても、まあなかなかね、そう、
スーパーも今度逆に混む時間だったりとかっていうんでね、なかなか入りづらいなっていうのがあったりしてね、なかなかね、タイミングを見計らうのが難しいで、まあ当然仕事中はもうスーパーなんてもう全く無理ですからね、昼飯もですから本当コンビニ飯の比率が上がったし、まあ飯を抜くか唐揚げくん食うかとみたいな、まあ L チキが多かったかな、うん、L チキの方が早く食えるんでね、うん、唐揚げくんも使いましたけどね、っていうね感じでね、唐揚げくん5個とかね結局ね、パッと行ってね、出先の配達先がねローソンがあったらね、そこでローソンでパッと買ってとかね、そうそうという感じでね、セブン使うことは少なかったですけどね、そう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 いう感じでしたね、そう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 で、いう感じでございますね。あとはねどうかな、なんか話したいことねいろいろあるんでね、そうそうこっちでね話しといてもいいかなと思ったのはあれか、パワーディレクターね、そう皆さん動画編集とかされてる方としたら多分知ってると思うんですけど、パワーディレクターっていう、動画編集ソフトがあって、私それ使ってるんですよ。ただねこのパワーディレクターがですね、ちょっと前なんですけどアップデートがあって、そのアップデートからねちょっとねもう解約と言っていいでしょう。あれはちょっと劇的にね使い勝手が悪くなったところがありましてね、何かって言ったらね、画像をねこういわゆる動画の編集をするときにね、まあ、レイヤーとかいろいろバーターあったりするわけなんですけど、いわゆる画像の拡大縮小ができるわけですよ。何に使うのかって言ったらね、要は動画の脇にねこんな、状態でしたよとかって言ってワイプ画像って言ったりするんですけどね、業界だとあれをねつけることような感じでね、参考画像とかねそういうのをねキャプチャーで入れたりすることがあるんですけど、それがね あれなんですよ。今までは四隅をねカチッと押したら、そのまま拡大縮小ができるわけなんですけど、その時に何て言ったらいいかな、端揃えでできたんですよね。ですから例えば四隅の4分の1上ね、上右上4分の1をその画像にしたいって時には、左下の、ね、ところをねカチッと押してスーって持っていくと、ちょうど真ん中のところにね仕切りに変わってちょうど4分の1のサイズにできますよとかっていうのがあって、まあそれでね、すごく使い勝手が良かったんですけどね、これがねなんとね中央揃いになったんですよ。でこれなね多分ね実際に使ってみないとねその使いづらさがね分かりづらいと思うんですわ。要は端っこを押すと真ん中にスーッと寄ってくるんですよね。でまあそれをまたその端っことかに持ってってとかってするのもまあまあまあ面倒くさいんですけど、ちゃんとした4分の1サイズで作れないんですよね、そうするととか。だから複数の画像をねポンポンポンと連チャンで流したい時にね、縮小した縮小サイズが同じサイズになかなか統一しにくくなっちゃったんですよ。これがね難しくてね、そう、もともと私、ね、メインで端っこで喋っとって、それでワイプ画像をね、そっちの方とか参考画像をね、出したりとかっていう形でやったりするようなね、撮り方もしてるんで、これがね、非常にしにくくなってね、あれは使い勝手悪いなって。で、これがね、テキストのその拡大縮小も、同じようになっちゃったんですよ。中央揃いしかできなくなったんでね、すっごくね、サイズのね設定がねなんかねしにくくなったんですよね。あれなんで剥がしちゃったのかなっていうのがね本当にね謎なんですけどね、あれ元に戻してほしいな。でもしいや四隅でそれの方法やり方あるよ、ショートカットキーとかでできるよとかっていうのがあるんでしたらね、ぜひ教えていただきたいですという話をこんなところでしてたのに誰が聞いとるんやって話なんですけどね。でもあるとね、そうパワーディレクターからさっきのまたお肉をどうのこうのの話に戻ってきますけど、そう、それでスーパーにまた寄れるようにはなってるんですよね、最近。昼間のね、勤務になったっていうのもあって、うん。まあ夕方のスーパーとかに、まあ最近寄るわけですよ。まあね、小物の産地とかね、あの辺りとかいろいろ寄ったりするわけなんですけど、で、やっぱあれですね、スーパーで買い物しとると、歩行数は増えますね。やっぱコンビニで買うよりも全然歩き回るんで、特に私の場合生鮮を一通り見ますんでね、言うて、で
惣菜コーナーとかも見て、日配品とかも一応普通に見ますからね、うん、結局ね、どれくらいの価格になってるかなというのはね、一通りやっぱ見ないと気になっちゃいますんで、市場動向調査をしないとね、やっぱあのそういった癖がついちゃってますんでね。そうでね、でそういうふうにするとやっぱ歩数がね歩くんでね、それもまたね結構健康にいいなということで、あれコンビニで買うとスーパーやっぱね回るとね、スーパーマーケットね回るとそれだけでもね結構健康にいいんじゃないかなと、スーパーブラブラ健康セットなんてね、言ってそういうのを広めてみたらいいんじゃないかななんてね思ったりもした次第です。まあ、他にもねいろいろと固いことあることはねもう湧いて湧いて出てくるんでね、まあとりあえずね、まあちょっと話せるのはこのあたりかなということでね、まあまあまあだいぶ長くねなってまいりましたよね。どれぐらい喋ってるんだね、まあここだけでもう15分以上喋ってますからね、これぐらいでねとりあえずね、締めてね、この後は動画紹介のコーナーね、やっていこうと思いますんでね、どうぞそちらの方もよろしくお願いいたします。令和3年3月、スターステールチャンネルが大きく生まれ変わります。今まで山寮スターステールチャンネルとして1チャンネルだった番組がスターステール総合チャンネルをメインチャンネルに、郵便いろいろ解説チャンネル YouTube、 三重県北中西地域情報チャンネル4つべ、ヤマペディアが新たに独立チャンネルとして新設されます。また政治時事チャンネルとして運用していたサブチャンネルの山城日本邦画等チャンネルが、山城政治時事個人チャンネルという個人用のチャンネルに生まれ変わります。スターステールはこの5チャンネル体制でお客様のニーズに沿った番組作りができるよう努力してまいります。すべての番組に関する情報はスターステール総合チャンネルで毎週水曜日に放送されるステラジにて情報が公開されておりますので、そちらも合わせてご利用ください。皆様のチャンネルリマインダー登録、そしてコメント投稿などご参加どんどんお待ちしております。 The Stale Group This Week's Lineup。 はい、今週の更新動画紹介ということでですね、今週4月8日の木曜日からですね4月14日の水曜日までのね更新動画の内容を見ていこうと思いますよ。まずはねスターステール総合チャンネルですね、この間ね、何を更新したかというと、ちょっとあの真面目な、解説系のやつがねちょっと、多かったんですけど、真面目でもないあの微妙なやつですけどね、2つか、ね、今回あ3つ挙げさせてもらってますね、ちょっと、いろんなね、解説関連のやつやってますけど、やっぱこっちだと解説、まあ向こうでもそんなに伸びないんですけど、ね、やはり全然あの人気がないということで、まあ、やっぱ結構ね、こういうあのがっちりあの語って解説する系っていうのもね、もっとやりたいのはやりたいんですけどね、やっぱしサブチャンネル、個人チャンネルの方に持ってた方がいいのかなというふうなね、感じですね。で、もう一つ挙げたのは、上信駅ね、そうそうそう、あの名古屋のね名古屋市、地下鉄の、鶴舞線にあります上信駅の駅をね訪れた時の、これ2019年の6月かね、ネアとリマスタリングしてね、お届けしましたよということです。これはでもね撮っただけでお蔵入りにしてたんですよね、そういえば。あ、そうや、撮ったやつがあったなということでね、行ったやつをちょっと出しましたよということですね。あそこのね動画で出てくるねあのところ、あの本当にね駅の西側ね、いろんなね気になるお店がいっぱいあったんですけど、特にねあのマルコさんはね、気になったんでね、あの後行ってね本当に美味しかった、あのなんて言われるのかな、味噌カツともねうまかったね、そうそうそう、あのあれ焼肉とかもね本当にね肉の量がねガッとやってね、で肉質も本当にあのまさにショーケースでねずらっと並んでるね美味しそうなお肉がねもうそのまま取って出しですからね、これはうめえわと、ね、いうことです。あとねご飯の大盛りがねすごく大盛りしてくれるんでね、あれはね大満足ですよ。でそう味噌カツもね衣薄くてね肉厚でね
そうですよ。で、味噌がね、あのかけるタイプじゃなくて、あのかかってるタイプじゃなくてね、あの別添えでね、小皿でこう味噌をね出してくれるタイプでね、そうそうそう、これはいいなということですね。そう、あのこの部が別しないですよね。そうそうそう、あれはね、あ、いいなということでね、そうそうそう、そういうようなところなのでおすすめです。あの、で、境の方にもあるマルコ本店とかあるらしいんですけど、あっちはね、もうね、あの本当に一人一本だとちょっと心もとないよっていう、本当に2本3本ね、あの本当にコースによっては、あの行きますっていう、本当のガチンコなところでございまして、まあそこのところがやってるね、あれなんで、それこそね、そこのね、あの本当に、マルコさんのお肉がね、そんな感じで食べられるってことはね、これはすごいな、あ、いい店だと思います。この上司のところで本当におすすめですということで、まあカウンター席しかないんで非常に狭いところですけどね、私もちょっと最近名古屋に自体にね、もう本当にあのコロナの感じになってからね、全然行けてませんのでね、まあちょっとね、またちょっと折を見て行ってみたいなと思ってるんですけどね、まあちょっとまだあれも落ち着くのにね、だいぶね、コロナ自体が多分これもうこの夏多分ダメですからね、うん、どうするのかなっていうところですけど、まあそれ以上の話をすると、あの下政治の話が関わってきてしまいますので、絶対関わらないといけなくなってきてしまいますね。それぐらいにしといて、違う、今日これ動画紹介だから、ここら辺さらっとやらないといけないんだ。あとはね、あのちょっと今ね、あのワッとね、再生いただいてるのが、その後に上げたショート動画で、やっぱショートの方がね、お客さん見やすいのかな。デジタルビデオの三脚にとんでもないものが刺さってしまったっていうことでね、あの普段ね、あの撮影でね、あの部屋撮りの時とかにね、使ってるあのビデオカメラは外撮りでも使ってるんですけど、三脚がねありまして、あんま外には持ってことないんですけどね、部屋で撮る時は三脚を立ててね、こういろいろ解説動画とか撮ってるんですけど、まあ解説動画が見られてないかな、みんな見てないか、まあそんなことは置いといて、そう、あのね、三脚にね、これもう本当にいつのやつかわからないんですけどね、あのミノルタのね、二眼レフカメラがね、我が家にありましてね、なんでそんなのがあるんやっていうとね、まあまあそれは動画の方でちらっとね話してますし、この解説動画も撮ったのがありますので、近日おそらくゴールデンウィーク中には公開ができるかなという予定です。またあの公開予定に関してもね、ちょっとまた変更をね加えます。ちょっとゴールデンウィークに向けていろいろと変更を加えますので、それはねまたちょっとおいおい、おいおいじゃないか、この前に話してるのか、そうそうそう、すみません、ちょっといろんなちょっと大人の事情でちょっと撮る順番がね前後してますんでね、そうそうそう、ということで、そういった動画もね、どんどんね出てきますんでね、そう、よろしくお願いいたします、ということでございます。あとは、これまでの間14日までだとこっちはないのか、以上ですね、総合チャンネルは以上です。で、続きましては、あれか、4つ目ね、4つ目から見ていきましょう。4つ目は定期更新を今のところずっとねさせてもらってますけど、これもちょっとねまたねいろいろとあのね、あの先にお話してると思います。その時にはね、あの正式にガチッと決まってるはずなんですけど、ちょっとね、あの今の段階だと、ちょっと先週の進捗に向けてね、ちょっといろいろと、決めてるところになってますんで、難しいところなんですけど、公開した動画は、8日からだと、どこにいるんだこれは。宇都部、あ、宇都部駅ね。宇都部でトライアルで勝った帰りからか。ね。そうそうそう。あの、1号線のね、あの、バイパスのところね、あの、うねめの坂とかが見えるところらへんね。を、からいろいろとね、四日市の街を眺めながら、いわゆる郊外のバイパスのところですね。で、宇都部地区をだいたいずらっと見てみて、で、あとは10日に上げたのは、いや、で、四日市までそのまま戻ったから、四日市のね、駅前ね、まず四日市の駅前のところで、あの、諏訪境とね、安島がね、非常に厄介、あの、すごい複雑な、共鳴のね、入り組みになってます。あの、本当に、平面図形では説明がしきれないというね、この T、このね、座標のところはね、2階は、諏訪境町なんやけど、あ、2階は八島だけど、3階と1階は、諏訪境町の扱いになってますよとかね、そういうようなね、すごい複雑なところがあったりするっていう話をしておったのに、プラス、商店街、あ、商店街入る前か。商店街入る前に、ちょっと駅の南側ね、浜田町に
っかかる方のところをちょっとくらくらっと、回りましたねということで、伊藤商店さんとかね、そうそう、たい焼きのね、お店の前とか通ってね、そう、なかなか日曜日がね、定休日なんでね、食べに行けなくてね、なかなか本当に食べる機会が減っちゃってるんですけど、土曜日にね、うまいこと、用事がなければね、うまいこと食べに行けるっていう感じでございますんでね、ただ、それもね、冒頭で話してました通り、今、そこに歯医者の予約が入って、で、麻酔を打ったりするかね、あれで、飲食 NG になっちゃったりするもんでね、まあ、ただ、これがね、難しくてね、余計ね、そうすると食べたくなるっていうね、差がもありますけどね。まあ、これあたりもね、もうちょっとね、そのあたりもね、そそろきをするにもね、そのあたりもありますもんでね、とりあえずね、今、儀式を頑張って、作ってもらってますんでね、うん、それがそれで待ってね、お金が飛んでくんでね、あーっていうところなんですけど、まあ、それはちょっと、雑談の方でしますんでね、動画の更新内容としては、そこら辺までか、ですね。で、この後、商店街の方ね、見ていきますよ、という形になってきます。で、あとは次は YouTube ね、郵便いろいろ解説チャンネル YouTube の方は、この間に更新したのは何だったかな、毎日更新をまだずっと続けてますんでね、で、15日まではね、この後、今週いっぱいはね、木曜日まではやりますよと、いうことになってますので、そちらはね、ぜひよろしくお願いいたします。で、明日までかね、まあ、やりますよということですね。でそこからは一応月週3更新予定でね、これは一応考えてます。ネタとね、クリップとかはね、作ってるんですけど、ちょっと収録がまだ間に合ってない。ちょっと他のメインチャンネルのね、編集やっとったらもう夜中の2時、3時とかね、言っとって、ああってなっちゃいますもんでね、なかなか、時間割が難しいなというところでございますけど、何から言ってる ?8 日からやと、現金書き留めと、書き留めの細かいところね、配達証明、引き受け時刻証明なんてね、こんな商品名をね、まず知ってる人がどれぐらいいるんかっていう話ですけど、ね、あとは本人限定ね、本人限定は多分それなりに入るでしょうね。特典とかね、これはもう郵便業界ではね、必ず通ってくるところでございますからね。で、内容証明、多分内容証明を伸びるんじゃないかなと思ってるんですけどね。言うてね、郵便のところに内容証明を、いろいろと、書き方とかいろいろやってるところありますし、まあ実際ね、うちもね、実はね、ここで言うことなのか、まあまあいいや、ラジオだったし、どうせまた長時間だけをやっとったからあれなんだけど、あるんですよね、正式な日本法令さんのね、内容証明のね、用紙、実は買ったのがね、ありますんでね、これはね、ぜひね、一回ちょっと使ってみようかなと思ってるんですけどね、送り先がね、誰訴えようかなって。訴えられててもいいんですよ。まあ、そのあたりとかもね、内容証明のところね、取ってね、これはちょっと2分じゃさすがにね、実践とか難しいと思って、ちょっとブダブダ語りながらね、やってみようかなと思うんですけど、まあ、基本的には YouTube の方はね、短めでは2分 でね、収まるようには、作ってるんですけど、まあ、そういったね、ちょっと長めのやつをね、間で、入れてたりする。ことに、なってくるのかなと思います。まあ人気ないんですけどね。まあただ私の場合基本的にまあ喋りたいから撮ってるっていうのがありますからね。動画紹介だけでこんなにグラグラとね脱線しまくりますからね。多分ね、ほっといたら10時間なら平気で喋れると思うな。時間のにね、その制約がなければね、どうしてもね、前後でね、しないといけないこととかね、トゥードゥが詰まってますからね、そうするとね、それまでに喋りきらないといけないんですけどね、で、まあ、普通2時間あったら余裕で喋りきるはずなんですけどね、何をそんな喋ることがあるんだってね、まあまあ、いくらでもあるんですけど、ネタ上自体は多分、まあ、一体どれくらい言ってんだろうな、うちのネタ違う、いや、それはもう、雑談でやりますんで。っていうか、それはね、サブチャンネルね、誰も聞かないラジオでね、か、もしくはね、ライブ放送の準備をね、進めた、あ、いやいや、違う違う、それはね、また、あっちの方で話すはずなんだ、冒頭で話してるはずなんでね、そっちの方で、恐怖になっちゃうといけませんからね、こっちはこれぐらいにしときましょう。これぐらいって、やっぱり、どんだけ、11分もこんな脱線しといてね、何をこれぐらいっていうね、ところでですね。で、すみません、時事チャンネルの方がね、全然更新ができてなくてね、ちょっとね、問題がね、ちょっと、発生してましてね。
本当はねちょっとね出先でね撮れるようにこのモバイルの配信にね切り替えたんですけどね、これがねちょっと思わぬ、トラブルというかね、想定外のことになってましてね、そうパッと撮ってあげようと思ったらね、ちょっとねいろいろとね、アップロードができないという、ところがありまして、これちょっと対外的要因なところがありますもんでね、これちょっと解決のしようがねえなということなんで、で家に帰ってから撮りたいところなんですけど、今もうすでに11時ですからね、でこっからさらに本編撮っての、編集しようのってね、いうところなんで、まあ12時は寝ないとねさすがにまずいですからね、こっから1時間どうするのかね、もう本当に1分1秒100分の1秒もね無駄にできないのにこんな無駄話をしてるっていうこの現状ね、どうしろっていう話なんですけど、違うここの動画紹介の話だっていうのね、で動画紹介はですね、ちょっとすいませんこっちの方はねあんまりアップロードができてなくて申し訳ないですというところですね、誠意ね、こっちの方もねちょっとアップロードできるようにね、ちょっとね工夫をねちょっとね、こちらでできる工夫をいろいろとね今ちょっと試してるんですけどね、とりあえずあれかな、au さんに基地局増やしてって言うしかないのか、そっちの問題がねちょっとあってね、まあまあいいや、それはね、まあ誰も聞かないラジオでこれやりますわ。ね、ということで、まあ、動画紹介以上かな、山口ではすいません、もうね、凍結ということでね、戦力外通告、セルフ、戦力外通告来ましたんでね、ちなみに一応再生数だけ見ときましょうか。再生数伸びてるかな、総再生数はね、1再生増えた。これは一つの動画じゃないですかね、11動画用意としてこれしたんですからね、いやマジかということでね、まあこれはこれぐらいにしておきたいと思いますということでね、脱線しまくって結局15分喋ってるじゃんということで、今週の動画紹介でございました。4つ目で紹介させていただける企業様店舗様大募集。4つ目では地域情報のご紹介動画撮影にご協力いただける会社店舗様を大募集しております。新店開店のお知らせや料理紹介はもちろん、求人案内や会社紹介などなど何でもお気軽にお問い合わせくださいませ。完全無料で対応いたします。雨季のハガキサイズ広告を設置いただける方も合わせて募集しています。対象地域は四日市市、桑名市、いなべ市、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、桑名郡木曽岬町、いなべ郡東院町、三重郡小物町、朝日町、川越町、滝郡滝町、明和町、大台町、渡来郡大紀町です。上記地域以外の方もお気軽にお問い合わせください。上記地域以外の方もお気軽にお問い合わせください。様々な業界で働いてきた山田ならではの発信力でお客様のニーズに応えます。ローカルに生きる、ローカルが生きる。4つ目、日本邦画党では党員を随時募集しています。すっごい政治に興味がある方も、政治めんどくねって方も、無料で気軽に政治のことを学べる、話せる、そんな党を目指しています。工作員スパイの参加も大歓迎。党員になる方法は超簡単。動画概要欄にある日本邦画党の公式 Twitter をフォローするだけ。さあみんなで政治しよう。燃える心が日本を変える。日本邦画党協会委員会。はい、このコーナーでは世の中にあふれるさまざまな協会委員会を取り上げ、その活動内容を学んでまいります。ということでですね、協会のね、協会委員会で紹介させていただく協会はこちらでございます。公益社団法人全日本飲食業協会ということでですね、漢字見たらね、分かると思います、何の会社か。ね、全日本飲食業協会って言われると何かなってなるかもしれませんけど、いわゆる飲食印鑑ですね、ハンコのね、業界の、協会ということでございます。で昨今ね、最近ハンコをねなくそうっていう運動とかがね、脱ハンコとかっていうふうなことがね、いろいろと言われている昨今でございますけどね、印鑑についてね、どんなような、ね、状況なのかっていうのが
かね、この業界を見れば分かるんじゃないかということでございますね。まあ言うてもね、やっぱり、仕事やってると印鑑必要な場面っていうのはね、あちこちにありますからね。まあ特にね、郵便局の時はもう凄まじい勢いで印鑑主義ですからね。まあ確かにね、あそこまで印鑑主義だとね、そりゃね、問題に出るよねっていうところがあるんですよ。印鑑主義というかもう印鑑万能論ですからね。印鑑さえあれば何も怖くないみたいな。本当に本当に、そんなね、ところもね、ね、役所なんかだと本当に多いですし、でそれじゃなくてもね、昔ながらのね、体質のところだとそういうところがね、非常に多いんでね、まあそれはそれでね、まあ確かにね、問題もあるよなっていうところもあるんですけど、まあ印鑑がね、全く なしなやつなしなので、また大変なのかななんてことも思いながらね、全部にサインをするってなるとまた大変です。サインってね、ヨーロッパの方とかに行くとね、非常に意味合いがね、変わってきますんでね、そう。ね、エリア88で学びましたね、そのあたりは。なんてことは置いておいてね。で、このね、公益社団法人全日本印象業協会っていうのは、ホームページ今見てるんですけどね、個人法人の財産を守る印象の重要な役割を啓発し、日本の文化に根を下ろし、社会において重要な役割を果たしている印鑑登録制度の健全な発展に寄与することを目的としているそうです。で、なんか印象彫刻のなんかね、検定の講座とかもなんかいろいろやってみたいですね。まず印象彫刻2級ってことは、ね、1級とかなんか3級とかあるのかな。印象彫刻にあれちゃんとあるんですね、資格が。へえ。で、実印に関するなんか、案内とかね、わーっと出てます。あとなんか、キャラクターもいますね。公式キャラクター、インタロウってことで、頭の上がなんか、印鑑になってる。なんだろうね、これは墓場かな？ね、ちょっと和風な服着て、る子がいますね。なかなかゆるいですね。で、他にもね、造形製品の取り扱いに関するやつとか出てますね。あとは、シャチハタさんの広告。なるほどって感じですね。で、あとは印象教科書、何？印象教科書なんていう教科書が、あ、これ無料で公開されてるんだ。何ページあるのこれ。あ、すげえ、ボリュームあるわ。全167ページにわたる、なんか、がっつりとした印鑑に関するテキストが、無料公開されてますよ。PDF 方式ですので、何ででも読めると思いますのでね。へえ、文字の歴史とかね、印象の意義とかね、まあなんかいろいろ書いてあります。教科書なんでだいぶ本当にガチガチね、結構やつですね。印象の定義とは、意義かとかね、いろいろ書いてありますね。ちょっとまたご興味ある方はね、ぜひ見てほしいですね。あとは六義、これは何？六義っていうのはなんだ、六書、書体か、造形ね、造形文字と造形、象形文字か。象形文字。あとは指示文字。で、会員文字。形成文字。で、形成と、次が、転柱。転柱って何？一字の本来の意義から転じて、それと相通ずる他の意味を表す方法。とか、っていう風に分かれてたりとか。いろんな時代に至ってた甲骨文から、消耗文字とかで、古礼文字とか、まあ、いろいろとその書体に関するところは最終的にカタカナ、ひらがなとかになってくる、ね、ところとかをいろいろと、説明した、図とか載ってるの、これはかなり読み応えがありますよ。ほー、すごいですね。こうなるのが あるんですね。他にはね、何か出てる。行政の、政府の行政改革推進における脱ハンコについて。わかりやすいですね。なるほど。ね、実印銀行員のお求めの皆様へということでね、まあね、いわゆる不要な印鑑をなくすっていう、やつなのに、報道では、全ての、ね、印鑑をなくすんだことが大事なんだみたいなね、風にえらい先走ったやつがあるんで、今でもその実印とか銀行印というものは必要になってきますよっていうことを、なんか PDF、 これも PDF になってますね。そうですね、まあ、実印や銀行印など重要な契約に使用する印鑑は今後も変わらず必要ですよと。
いうことですね。で、政府の行政改革推進における脱ハンコとは、手続きの簡素化、電子化などにより押印を必要と不要とすることであり、印象業界は国民の利益に資する、本政策に賛成しますと。しかし、印鑑証明が必要とされる手続きは存続し、印鑑登録制度、実印がなくなることはありませんということですね。自身や県の権利や財産を守る重要なハンコは今後も使われ続けますよということですからね、ちゃんとハンコを大事にしましょうねということでございますね。なるほどなるほど。こんな案内とかもいろいろと出てますね。あとは宅食住事業とかなんかいろいろ書いてありますね。うん、で、会員店舗を、ね、検索できるみたいですよ。三重県は東海エリアに入ってますね。はい。試しに、知ってる店あるかな。通意が四日市だと、あ、聖光堂さん入ってんだ。うん、聖光堂さんとか石崎天王堂さんとかね、あ、入ってるんですね。うんうん、あとは、あ、原神堂さんね。はいはいはい、あれ原神堂さんでいいんだよな。うん、そうそうそう、あ、全部あれだな、あの配達行ったことがあるな。うん、聖光堂さんはあのよく、あの一時期、あのほぼほぼ毎日私が担当になってた時期があるんで、よう言ってましたね。今使ってるね、あのフルネームのね、あのシャチハタもね、実は聖光堂さんに作ったやつでございますよ。そうそうそう、そんなことなんかね、思い出しながら、あ、やっぱしよかったね。まあまあそうでしょうね、あそこやったら入ってるよねと思いますけど、ね、ちゃんと私この全日本印象業協会のところで印鑑買ってましたよ。いや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 、ね、よかったよかった。これで入ってなかったらどうしようかというところですけど、まあまあ大丈夫ですね。ということでね、そう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 、な感じ。まあ聖光堂さんはイオンの中とかにも入ってますからね、使い勝手いいですよね。なんてこと。とあとはなんか歴史館の結構ホームページいろいろあるな。文化館、歴史館、体験館とかなんか いろいろあるね。手作り印象体験館とか、なんかいろいろ結構サイトいろいろ凝ってますね。役員名簿とか遠隔とかどっかにあるかな。入会案内が出てますけど、まあ入会は多分これは印鑑業に入ってないとあれですもんね。正会員は年会費2万円ですよと。はははは。で、参上会員は、個人、あ、個人の方でも入れますけど、5万円と。入会金が5万円で、年会費が2万円と。あ、じゃあ、正会員は、年会費が、入会金が2万円で、年会費が1万5千円ということですね。なるほど。もうね、印鑑を読まして、ね、愛してね、読まない方はね、ぜひね、お問い合わせをいただけたらいいんじゃないかなと、いうことでございますね。事業計画とかもいろいろと出てますけど、定款に検証なんてのもあるんですね。印象の権威は我々のなりわいの原点である印象をなりわいとすることに誇りを持とうという、検証第5条までありますね。いやすごいですね。いやいやいや、なりぶ力が入ってる。まあでもね、印鑑大事ですね。うん、ということでですね、印象会館というところに本部があるらしいです。印象会館ってどんな感じなんだ、ちょっと Google マップで見てみようかな。ね、千代田区の神田神保町ですね。あ、こんなところにあるんだ。駅の真ん前ですね。これは、神保町の本当駅真ん前、A2 出入り口からすぐのところですね。どんな建物なのかな。あ、これで、あ、印象会館ってなってるわ。あ、なんか結構おしゃれな建物ですね。こっちだよな。あ、イタリア、なんかイタリアンスタイルとか、なんかいろんな、そんな、かなり、スタイリッシュなお店も入ってて、意外と洋風。これは旅行会社が入ってる。あ、そうだ、海外の、あれですね。あ、国内もやってんだ。へえ、スイス、スペイン、ヨーロッパとか、オーロラを見に行くツアーなんかもね、なんか飾ってありますね。こんなところにあるんですね。表より、おしゃれな感じで、意外でしたね。なんか、元、なんか、ドーンとした感じのね、印象ですかね、かと思ったら。おい、いやいや、素敵なところじゃないですか。他にもなんか、いろんな印象博物館なんてのもある。なんか、すんごいコンテンツ多いな、これ。
すごいな。印鑑登録の仕方とかね、もういろ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 本当に出てますね。あのコンテンツ豊富なんでね、ぜひね、あのリンクの方ね、あの貼っておきますのでね、あの概要欄の方に、そちらの方ね、ぜひ、見ていただいて、ご興味ある方、ぜひアクセスいただければと思います。これあの本当にいろんなコンテンツがあちこちに豊富なんで、いろいろお勉強にもなるし、楽しめるんじゃないかなと思いますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、以上協会委員会のコーナーでした。 YouTube では郵便にまつわるさまざまな情報を発信しています。郵便商品の紹介から元局員ならではの業界用語や裏話まで、原則2分以内で分かりやすく解説しています。毎週月曜、火曜、木曜のお昼12時に公開。4月14日までは開店記念で毎日更新しています。あなたに届く郵便ガール、 YouTube スターステールプレゼンツウェブレディオプログラムステラジ、はい、ということでお送りしてまいりましたスターステールプレゼンツウェブレディオプログラムステラジもね、お別れの時間になってまいりました。なんかね、分割してちょっと諸事情でね、 あの前後前後で撮ってるんで、なんかいろいろと音とかね、あとちょっとね、道中ね、鼻がねぐじゅぐじゅでね、なかなか聞き取りづらいところもあったと思います。ちょっとお聞き苦しいところもあって申し訳ないんですけど、まあ、何はと思われエンディングということでね、まあまあまあ普通はそういうところねカットしたりとか取り直すところなんでしょうけどね、関西ね、あの明日の放送でね、そう、あのもうね、まあ、今ねなんやかんやでね、あのちょっと撮るのがディレイして、今13日でね、前日にね撮ってるんでね、ここから慌ててね、編集をしないといけませんもんでね、すみません、ちょっとこんな感じでちょっとわたわたになってますけど、で今日からね、今まではね、1日でずらっと撮ってたのをアップロードしてたんで、収録日ね、出してたと思うんですけど、一応ここからね公開日が日付に変わりますので、ちょっとねそのあたりもねご了承いただければということ思います。そんなこと最後に話してるんじゃねえよってね、ところかもしれませんけどね、まあとりあえずねこんな感じで、まあ来週以降もね、お届けしようと思ってますんでね、よろしくお願いいたします。ということでですね、番組では、皆様からのメッセージを募集しています。この動画のコメント欄または Twitter アドレス@山寮@YAMARYOH 宛てにお送りください。番組ハッシュタグ、スラッシュステラジ、ステはカタカナで、ラジはひらがな、ステラジで、投稿いただいても OK です。皆様からのご意見ご感想を心よりお待ち申し上げます。ということでですね、今回の放送もね、そろそろ締めさせていただこうと思います。言うと多分編集したら相当長そうで怖いですけどね。ということで、またね来週もねお会いできれば幸いでございます。ということで、以上ね、スターステール代表山田が、山城がねお届けいたしました。また来週、バイバイ。